赤星のリードの入ってねえんだよ。さあいよいよこれでクライマックス。今どうパリーグは0-0です、ね、0-0、すごいね。パリーグもまだちょっと決まってないですけど、セリーグはね広島が2連勝ということで。いやもちろんそうなんだよ、そうなんだけど、あの阪神からしたら、阪神ファンからしても多分みんな恐れてたのは横浜の方が嫌だなってみんな言ってたわけじゃん。僕もそう思ってたし、でこれでカープがまあ順当にね勝って、久しぶりなんでしょこれ、2位が勝ったのと。ずっと3位が勝ってきてたから、2位が順当に勝ったのっていうのは久しぶりなんですけど、僕はでもこの2試合の勝ち方はちょっと嫌だね。いや、あ、勢いあるか。いやもうだって新井監督采配ズバズバ的中じゃないですか。もうあのなんだろう、高校球児のように新井監督が喜んでね、さよならの時なんか新井監督どこまで出てってんねんみたいな選手より先に行っとったんちゃうかぐらいのね。だからやっぱそういう意味で言うと、やっぱクライマックスの怖さっていうのはそこなんですよ。やっぱ勝ち方で、この勝ち方、いい勝ち方して2試合上がってきたっていうのは、なるほどね、やっぱちょっと嫌ですよ。で向こうはもう負けて当然と思ってくるわけやから。え、じゃあ明日、明後日です。はい。18からですね。だからそういう意味で言うと、で、なおかつ、まあ、変な話、カープは2連勝でいけたので、一応中2日空くんですよね。はい、もちろん、床田投手と森下投手は先発したので、まあ、1戦目、2戦目に来ることはないんですけど、とはいえ、やっぱ2日間、こう、うん、ね、結構やっぱ多分、緊張した中で試合やってるから、疲労度って多分、選手たちも結構あったと思うんですよ。それを2試合、2日間こう空いてることによって、しっかりこう、気持ちは乗った状態で、体はでも2試合完全に休んで、2日間臨めるっていうのを考えると、ちょっとやっぱり嫌ですよね。で、やっぱりその、なんか、試合の内容を見てても、なんかちょっとすごくこう、カープらしいというかね、その打つべき人が打ってるっていうのもあるし、こうあんまり調子の悪い人が少ないというか、あの秋山選手がね最初の初戦サヨナラヒット打って、で西川選手もホームラン打ってる、で堂林選手もヒット打ってるとか、なんかみんな打ってるんですよ比較的。堂林君は4番やな。4番、シーズン中終盤からずっと4番打ってて、まあ堂林君はでもね、引っ張り始めたらダメなバッターだから、センターから右方向に打ってる時が堂林選手がいい時なんで、ちょっとね最初の試合ちょっと引っ張り傾向入ってたから、これ堂林はちょっとあれかなと思ったら、最終打席でセンターにツーベース打って、そこから結局サヨナラの起点作ってるんで、だそう考えるとちょっと嫌な感じで、野間選手が今絶好調やし、なんかみんながね結構まんべんなく打って2試合勝ってきてるから。であとやっぱ足技ですよね、あの三投が効いたよね。勝木くんが送りバントで二塁行って初球三投したんですよ。ワンアウト二塁か。で初球三投したんですよ。で菊池くんがスクイズで同点に落ちてたね。よう言ったね。すごかったよ初球。まあだからもうあれは完全にだから東くんの癖やな。癖というかモーションのそのタイミングをもう分かってて。あまりに無警戒すぎて、あれはだから警戒はしとかなあかん状況だったところを無警戒すぎたよね。だからもう完全にだってもう足上げるタイミングには画面から消えてたもん。ああそう、うん、だからもうキャッチャー投げられへんかった。完全に盗まれてたんで、だからやっぱああいうのっていうのはしっかりマークしとかなきゃいけないし、多分タイガースはねその辺はちゃんと徹底してマークしてくるとは思うので、まあある意味そういう秘策みたいなのを出してくれたっていうのはタイガースからしたらマークできるっていうこともあるし、だからもうこれは全ては初戦ですよ、初戦誰が行くか、まあ多分村上投手だとは思うんですけど、村上君が初戦ボッて止めちゃえば、この勢いを止めれればもう間違いなくこれはタイガースが有利かなと思いますし、まあだからそこで取っちゃえば、まあ大竹君がいつ投げるかによるんですけど、大竹君負けてないからねカープにね、全く大竹が来たら多分カープはお手上げ状態だから、
で、そう考えるとまず村上君が初戦でそのこの勢いをバチッと止めてくれれば、うん、なるほど、もう僕は3連勝もありえるんじゃないかなとは、いくら勢いがあってもね。なるほど。だそういう意味でやっぱりこの1個のアドバンテージがあるとはいえ初戦、うん、18日の日の試合がすごく大事かなと、うん、まあでもやっぱりその応援の力ってすごいんでね、だから今回だから見ててもやっぱり松田の応援すごかったもんね、うん、カープの応援ね。だからまあ甲子園はもちろんホームだから、やっぱホームでどれぐらいこうね有利に働くかってなったら、やっぱり阪神ファンの方がね、まあもう間違いなく満員なの間違いないけど、カープファンの方がどれぐらい入るかによっては、カープもそんなにねビジター感なく戦えるのかなとは思うし、シーズン中はそこまでではなかったから、やっぱり今年甲子園での相性がカープってめちゃくちゃ悪いんだよ。だあんまりいいイメージは多分カープの選手持ってないだろうけど、でもやっぱりそこにファンの人たちが結構ね、うん、応援してくれたらまたちょっと違った空気になると思うから、うん、うん、だからそういう意味で言うとどうなのかなっていうね、初戦ですよ、うんね、うん、だからまあまあ本当にフェニックス行ってる選手たち今ね、近野選手も調子いいみたいだし、うん、大山選手もこれでホームラン打ってたし、うん、まあまあみんないい形で多分入ってこれるとは思うから、うん、まあ、阪神にはこれから、まあまあ、相手も決まりましたし、いよいよ18日から、だから来週の月曜日にはもうある程度下手したら見えてると思うので、もうその月曜日の時点ではもう決まってるだろうからね、ほぼほぼ、うん、5戦目が日曜日だよね。だから5戦目もうもつれない限りは月曜日試合の可能性もあるから。そうか、うん、あ、それなんかちょっと6戦目が月曜日だから、これもつれたら月曜日生で、いや、それはないでほしいね。そうやな、うん。もう来週は決まった状態で話をする予定なので、私は。ああ、そう。はい。もうそんなん、だってラジオやってられへんて。そら、皆さん、そらテレビに。だから、もし来週6戦目までもつれてたら、ラジオ休みやから。え？いや、無理やって。いやだから なんとなくちょっと裏返すでしゃったらええやんか、見ながら見ながら、ああそう、じゃあそうする、そうそう、裏返す、うん、じゃあそうしよう、じゃあ、まあ、見ながら、じゃあ来週もしそうなった場合は、うん、ラジオ中継やね、うん、うん、テレビ見ながら私が全然違う解説をするっていうね、そう、うん、僕も裏ネタ言うわ、まあ、それいいね、じゃあそうしよう、来週もし、まあまあ、そんなことないように決まっててくれることが一番だけど。今日の放送はバイトするならエントリーさんの提供でお送りしました。